皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル、今日の担当は佐々木美恋です。よろしくお願いします。ではでは、今日はですね、なんとゲストの方がいらっしゃっています。この方です。岩手県盛岡市出身の浅沼慎太郎です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう大先輩に来ていただきました。いや、なぜ今まで呼ばなかったのか。いや、本当ですか。いやいやいや、そんなまさか出ていただけるなんて。千須賀はるか、かやたん、そうですそうです、まあね、同世代の女の子2人がね、今まで来てくださったんですけど、はい、浅沼さんも大先輩ですから。いや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 、もう、あの、岩手っていうことで言うと、はい、あの、皆さんに追い抜かれている。いやいやいや、浅沼でございます。そんなことないですよ。いや、本当に以前ね、響きでやらせていただいた思春期が終わりませんという、まあ、僕と鷲崎さんの番組があったんですけども、そのラジオでずっと言い続けてきたんですよ。その、僕は盛岡から無視されているかもしれない。なんかそれ言ってましたね。そうなんですよ。あの、後輩、うちの事務所の後輩である、はい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 、あの、千須賀がですね、岩手日報に載ったりとかですね、なんかこう、岩手出身声優がこう盛岡で活躍する中、はいはいはい、僕、あの、高校時代仙台で過ごしたので、そうなんですよね。どうやらうっかり仙台出身だと思われているのか、あるいはそのあいつ岩手を捨てやがったと思われたのか、結構無視されてた時期があったんですよ、ね、あららららら。でもそれを言ってたら、言ってみるもんですね、うん、岩手日報その後乗りました。すごい、やっぱね、思いはね、言葉にしていくもんですね。で、まあ、その思春期が終わりませんという番組のイベントで、千須賀はるかと、はい、僕と美恋ちゃんで3人で岩手出身声優として、そこが多分お仕事で初めてお会いしたものですかね。そうですね、うん、岩手でね、チャグチャグホールでしたっけ。そうですね、滝沢にあるチャグチャグマッコホールみたいなところでイベントをやらせていただきましてね、はい、鷲崎さん置いてきぼりにするという。そりゃそうですよね。岩手出身者3人いて、鷲崎さんだけね。そうそうそう、ね、一生懸命みんなでプレゼンはしたんですけどね。そうそうそう、福田パン、そう、あの、花澤香菜も愛したと言われる福田パンをですね、鷲崎さんにこう勧めたところ、あの、僕は神戸出身だよと。神戸出身の人間にパンを勧めるとは何事だと。いや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 、何言ってるんですか、ね、まあ、あんまりね、刺さなかった刺さなかった。あんなに美味しいのに。そう、え、ちなみに何味が好きですか。また難しいこと言うな。でもね、しょっぱいのが好きです、はい、やっぱり。あ、そっか、しょっぱい系、うん、コンビーフ系とかね、やっぱこう、うん、お店に行って買うやつですかね。そうですね、でも挟んでもらう1個の前で甘いの選べって言われたら、やっぱあんバターですかね。分かってらっしゃる。もちろんですよね、あんバターが一番なんですよ、なんだかんだ、なんだかんだ、ね、なんだかんだ、ナンバーワン。はい、ということで、はい、そんな感じでもうすっかり始まってますが、はい、岩手出身の2人で、はい、いつもやっております、ちょっと岩手について話していく巫女岩手トークをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。東京で、まあ、こうやってね、お仕事してるとあれですけど、岩手の人にばったり出会う確率って知ってます、僕聞いたんですよ、はい、1% です。え、だから東京で岩手の人たまたまこう、じゃあ例えば、はい、なんかで知り合って、うんうんうん、あ、ご出身どちらなんですか、うん、って言ったら岩手です、あ、岩手ですってなるのって1%です。 1%? わかんない、岩手だったから盛岡かもしれない。あ、うん、はい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 、大体がこう仙台行っちゃうでしょ。あ、そうそうそうなんです。東北の方はね、こう仙台でそうそうそうストップする。なかなか東京までね、来ないんですよ。仙台という関所があるんです。 そこで一回ちょっとこう止められる。そう、一回ストップするんで。そこを突破して東京に来るかどうかなんですよ。わかる。やっぱりちょっとね、岩手の人ってこうおとなしいというか、臆病というか、うんうん、あの、引っ込み思案なとこもあるんで、軒並みビビりですよ。そうですよね、僕も含め、まあ、ビビりです。まあ、東北人って東北っていうだけで、あって、ちょっとこう、なんか心のシャッターが1枚だけちょっと上がるんですけど、全然違う。岩手ってなるとさらに、うん、もう2シャッターぐらいいきます。
も岩手なんだどこみたいな。いや本当いいですよね。ただねこれ皆さんにお伝えしなきゃいけないんですけど、はいはいはい、岩手って北海道の次に大きい、ね、そう面積が広いんですよね。なので場所によって全然方言も違うし食べ物の文化もちょっと違うんですよ。全然違いますよね。言われたでしょジェジェジェって言うのって。言われました。言われるよね絶対、うん、ジェジェジェは言わない言わない本当あれねアマちゃんで、ね、そうそうそうジェジェジェって言ってましたけど、まあ、あっちの9時の方とかなんですかね、うん、だから期待をね裏切っちゃったみたいな雰囲気になるのもあれだなと思いながら。わかります。さっき言ってた福田パンとかも盛岡のものなんで、うん、盛岡以外の人はあんまり馴染みがなかったりとかするらしくて、ね、いわゆるみんな大好き盛岡冷麺もそうですよね。そう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 。わんこそばも食べません、はいはいはい、食べません。あれはねゲームみたいなもんなんで、うん、何杯食べれるかなんてそんな毎日食べないじゃないですか。もう観光客向けですよね。だから完全にあのこっちに岩手にあのお客さんが来た時に、うん、わんこそば食べたい、うん、じゃあ行こうかの時しか食べないですよね。何回くらい食べられたことあります？この人生の中で3回ぐらいですか、はい私も3回ですね。おお何杯食べました？最高は111杯食べました。やべあの手形がもらえるんですよ100杯超えると。あずま屋っていう、あー一番有名なところですね。一番有名なわんこそば屋さんがあって、あれちすがさん何杯っつって、でちすも111杯食べてて、でそこで頂上決戦をしようってなって2人で仕事で行ったんですよ。それでそしたらもう私たちもう前回の自分の記録をは超えようっていう目標だったんですけど、おう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 111杯を超えよう、己をそう60え70とか、えどうされました？私たちもびっくりしちゃって、こんなに数ヶ月で衰えるもんなのかと。あ数ヶ月なの？数ヶ月ですよ言うて1年も経ってないですね。あ回ってたからじゃないの？あーなのかな。ちょっと乙女出そうとしたでしょ。かわいいとこ。こんな百何十杯も食べたら女子としてどうかしらみたいなのが働いたんでしょ。あーそうかもしれない。うわーそれだ解決だ。いやでもなんかお店によってやっぱちょっとこう量というか あとなんか麺 の伸び具合というかもうちょっと違って、2人で行った時が浅草にあるお店に行ったんですよ、うんうん、浅草にもわんこそばできるお店があってそこでやったんでちょっとなんかあれだったんですかね、なんか重かったのかないっぱいいっぱいがと思って口中何杯だいたい違うかなと思って8杯でかけそば1杯という計算なんですよ。そう言うんですよ。だからでもかけそば8杯は食ってる60何杯俺確かね74とかなんです。最高ですか？うん、女の子の方が実はあの記録的にはすごい人の方が多いんですよ。あ確かに女の子平気で100杯超えるんです。そうですね毎年そのね大会みたいなやってますしね、うんうん、女性とかも結構記録作られたりとか。萌えあずさんとかどんぐらい食べるんだろう ね、 ね皆さんもねワンコそば試してもらいたい。普通にでも味美味しいんですよね、うん、ただ途中まではそう食べ終わるともうそばを茹でてる匂いも嗅ぎたくないです。もう立ち上がれなかったですもん111杯の時は。そんな三越さんにお土産ございまして、はい、そうだそうなんですか。まあ、このドラマ南部せんべいですね、はい、やったー南部せんべい、もう一番オーソドックスな。聞いたところによるとここに来たゲストでお土産を持ってきた人は誰一人いないと聞いている何をやってるんだちすがもう奥のもう今日そして、なんかごめんなさいね、みこいちゃんが炭酸弱いって知らなかったんで、いえこれベアレンビールと言いまして、これなんか賞取ったことあるんでしょ。あそうなんです、ね、すごい。なんか僕あのビールが飲めないんで。あそうなんですか。この美味しさがちょっといまいち、そうなんだ、ね、語れないんですけど、すごく美味しいらしいです。散々気を抜いていやちゃんとしっかり飲みます、うん、飲んでみます。嬉しい。ちょっとこの
水滴ついてるところが美味しそうだから、これ。いや、ほんとほんと。映るかな。ちょっとピントが合うかな。合うかな。大丈夫ですか。これはベアレン。いや、ほんと。ベアレンビールです。え、皆さんもいい感じですか。ベアレンビールとか初めて飲みますね、私。いろんな味があるんですけど、ねね、とりあえずこのクラシックというのがなんかの賞を取ったらしいですよ。そうなんだ、うん、コクと苦味のバランスがよく飲み飽きしないラガービール。もうなんかしょっちゅう血すがと飲み歩いているということを小耳に挟みましたので、お恥ずかしいです。お酒をありがとうございます。そんなお土産までいただいて、はい、ありがとうございます。そんなこんなで、はい、なんとお時間が来てしまいました。あっという間ですね。あっという間になんと15分くらい話してます10分の予定が15分くらいになってしまいました。すみません。いやね、せっかく出ていただいたんで、はい、もしよければ何か告知などありますか。あの毎年あのやってるんですけども、あの鈴村さんがプロデューサーとなってやっている巨大な企画アドリブというのが今年もありまして、演出部として入らせていただいてます。で、あの1回だけ出演もするんですけども、あのそちらの方検索していただいて AD-LIVE と書いてアドリブと読みますね。間違えてね、アドリブライブって読んじゃう人がいるんですけど、はいはいはい、で略してアドライって言ってる人がいるんですけどアドリブとあれで読みますので、あれでアドリブ、はい、ぜひ調べて。もう面白そう。よかったら見てください。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、いやまだまだね、なんか話足りなくないですか。どうですか。足りないですよね。なんか食べ足りないみたいな感じになっちゃってますけどね今持ちながら言うと食べたいですし、はい、話も足りないですし、もしよければ次もまた。当たり前じゃないですか。いいですか。よろしくお願いいたします。やったー。ぜひぜひ。もっと濃くなってきますから。そうですね。さらにさらに置いてきますよ。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ということで今日はここまでです、動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いしま す。毎日見てください。ということで今日の担当は佐々木美恋と浅沼慎太郎でした。バイバイ。バイバ